はい、どうもユッキーです。激辛マニアの、今回の、激辛はこちら、じゃん、タバスコの、ハバネロソースというやつです。タバスコというね、有名な、このソースの中で、いろいろ種類があるんですが、その中で一番辛い、ソースとなっております。それをですね、こちら 150cc の、ものを購入いたしました。はい、こちらが値段がどこだっけ、ヨドバシカメラで800円ぐらいだったかな、でね、購入しました。で、以前購入した、こちら、マリーシャープスの、ハバネロ、まあ一番辛いやつですね。マリーシャープスシリーズ。その中で、一番辛いやつと、まあどっちが辛いかなと。タバスコもね、辛いだけじゃなくて、やっぱうまいじゃないですか。うん。ググったところによると、タバスコは、3年間ぐらい熟成させるらしいですね。作るのに。よし。ではまず、普通の、このハバネロの方。タバスコのハバネロソース。いただきます。うん。あ、辛い。うん。うん。うん。辛い。うん。こちらのハバネロの、タバスコ。普通のタバスコが確か2500スコビルらしいんですよ。辛さのね、単位。それに対してこちらが8000スコビル。まあ、3倍ぐらい。普通のハバネロのようか、3倍ぐらい辛いと。うん。辛い。で、酢が入ってんで、酸っぱい。うん。うん。おいしい。パスタとかね、パスタとかピザとか。ああいうのに、やっぱり、合うんでしょうね。うん。それではマリーシャープスの方いただきます。どっちが辛いかな。いただきます。そんな辛くないな、これ。あ、そんなに辛くない。ような気がする。こっちの方がドロドロしてるんですよ。うん。なんで、こっちの方が辛いかなと思ったんですが。あれ？こっちの方が辛くない。え、これマジで？味覚、ちょっと狂ったんちゃうか。こっちの方がサラッとはしてる。ね。液体が。あ、こっちも辛いわ。うん。これ間違いない。うん。まあ、このマリンシャープスの方も、アマゾンとかで結構、安く売られてますけどね。まあ、一番辛いのなんですけど、こっちよか、こっちの方が辛いな。うん。タバスコブランドハバネロソース。原材料名がショックスとハバネロペッパーと砂糖とペッパーソース。カッコ。ショックスと赤唐辛子と食塩と、食塩と
マンゴピューレとオニオンとバナナピューレとトマトペーストとタマリンドピューレと、パパイヤピューレとガーリックとペパーマッシュかっこ唐辛子と食塩と、その他香辛料と書いてありますね。すげえいろいろ入ってんだ。すげえいろいろ入ってんだ。あれだな。すげえな。ちなみにこっちの方は原材料名が野菜、かっこハバネロ唐辛子と人参と玉ねぎとニンニクと、醸造酢と食塩とライムと、香辛料とからし抽出物となっております、こっちの方がね、辛い、でもね、なんだかんだ言ってね、デスソースとかさ、ね、100万スコビル の, ウルトラデスソースの昔な、買いましたけどね、あれぶっちゃけ辛すぎてね、もはや味がしないんですよ。もう味わうね、気力すらない。ので、辛気がいいっていう問題でもないんですよ、なんで、ピザとかに、かけるんだったら、やっぱタバスコのハバネロソース。こちらがなんか一番、普通に美味しい。単品で食って、舐めて美味しいんで。こっちはね、ちょっと酸っぱすぎる。なんか。変な、酸っぱさがある。って感じっすかね。でも、割とどっちも多分800円ぐらいで売ってるでしょ。確か。アマゾン。マリーシャープスアマゾンで、いくら？あ、マリーシャープス600円ぐらいですね。650円ぐらいです。でも配送手数料が500円かかるから、1000円以上しますね。ということで、個人的にどっちがうまいかって言ったらこっちですね。こっちも辛いし美味しいんで、やっぱりね、老舗ブランドですよ。やはりタバスコというね、老舗ブランドが美味しいです。ということで、辛さ度数は、50かな？辛さ度数50。ということで、ご視聴ありがとうございました。